はあの劇団プラスということで、みんな参加で、はい、よろしくお願いします。それでは開演します。工作だった、工作。ブラスの泉。昔々あるところに笹じいさんといちごばあさんが貧しくも仲むずかしく暮らしておりました。ある日のこと、笹じいさんは山へウクレレを弾きに、いちごばあさんは私は桃太郎で一杯実は と言って出かけていきました。笹じいさんが歩いていくと、ブラスの泉にたどり着きました。なんて気持ちいい場所なんだ。すげえ。そう言うと、笹じいさんはウクレレを弾き始めました。なんで弾いた？おう、あ、飲んでる。飲んでる。いきますよ。いきます。飲んで大事な島、わしのウクレレが。モーサー、モーサー、あなたが落としたのはこの金のウクレレですか？ウクレレ、金、金。いいえ、わしが落としたのは木でできたウクレレです。あなたは正直者ですか？近い近い。ちなみにプレゼントを差し上げましょう。おお、焼酎お金。そっちか。こうして笹じいさんといちこおばあさんは一気にお金持ちになり、生活として暮らすのでした。おしまい。それではブラスの泉テーマソングダイヤモンド参ります。
んだろう。